座ってる部分がへこまないから、うん、その座ってる部分が圧迫されないんだよね、これが。なるほどね。トリカの光も全然いいんだけどね、あれからちょっと重い。もう線路が歩くのがちょっと、多分全身真っ黒だから、あれ入れてたら多分暑いですよね。まあ、夏は本当スマートなリュックのがいいよ。あ、本当そう思った。うん、ウーバーとかきついよ。ウーバーはてかあれ全身の黒だから。なんでもそんな可愛いの。ポンチコ。この辺一帯だからいい。靴だけどもこれでいいんじゃないかと。今日もん。靴がね、靴だったらこの靴でいいんだ。まあね。何でも言わないだったらあんなでかい靴が通れんだ。でも暑いな、今日も。でもやっぱ真っ赤な。うん。まあ、ここから暑さ、真っ赤な。うん。いや、でもあそこの自動ドアを閉めてくれるような方がマジで。ああ、あの、太鼓のところ？うん。これでよく電車来ねえかな。ガタ。ビルビルになったらいいな。ねえ。ドイツ最強説の。コロンビアの星。ロシアの星となってきた。お疲れ様です。暑いね、今日。ね、ポンチコ君。行かせる。ロレスが回んなかった。ポンチコの顔が可愛すぎる。なんかあるの？相性悪いのかね、これ。まあ本来顔だとここの真正面の窓だから。あ、でもちょっと苦しいのかもしれない。緩めた方がいいかな。まあいっか。こう見てもでかい割に足短いからな。そうなんだよお前。おそらくさ、ちょうど首締まる位置とかになってるの。うん。
車今来やがった。綺麗だな。ふんちゃんは、うん、ちゃんは何も最初に走るの、うん、なんか味噌汁のいいあれ出す、タオル出す。